はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。もうすぐ5時ですね。もう今日はね、ちょっと遠いところの病院に行ってですね、そのですね MRI っていうのを取ってきました。してます。僕ね24年ぐらい前にですね取ったことあるんですけど、あの時ですね確か真っ暗なねこうケースの中に入れられてね、でカン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 タン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 というあの音をしてた覚えで、またあれやんのと思ったら、あのあれです、あの足だけ突っ込んだらいいというね、昔とちゃうよこれと思って、閉所恐怖症ですかって言われたからちょっとだけそうですでニヤッと笑われて看護師さんにはい、まあそれはいいんですけど、おかげで時間がのうてですね、いつもの半分ぐらいしか、半分も上げられへんから動画をね、もう今5時でございますから、あと2、3本上げられるかなと。ちょっとその、あれですね、メールの返事を書いたりしてるんでですね、まあまあ、トトーンといかないわけですね。さて、その合間にもですね、注目のドルウォン相場を見てるんですけども、うにゃうにゃし始めてですね、今、1432.73 ですね。1433に行ってます。あの昨日も言いましたけども、その一昨日やったかな、あの12日でしたっけ、あの利上げ 0.5% ってやったんですね、韓国銀行が発表して、もう早袖にですね、住宅ローン返せへんみたいな人のですね記事が散見されるようになりましたけども、その住宅ローンを返せないというこう人がいっぱい出てくるのも分かってても、やっぱり利上げをせざるを得なかった。それは何のためって言ったらですね、インフレ退治ちゃうんですよ、ウォンを守るためなんですよきっとインフレ退治は名目でしょうね。お隣さんも物価上がってるみたいですけども、そんなアメリカほどではないような気がします。なんといってもウォンを守るためにですね、こう利上げをしたんですけども、その時は1435でした。今は 1430.55 ですから、 5ウォンまでですね、その効果がですね縮まってしまいましたね。もうこれ、今日中もしくはもう来週早々に吹き飛ぶんちゃうかなと。いわゆる1435よりも安くなってしまうんだろうなと思います。そういう利上げ効果吹き飛びということですね。で弱いですね。しかしこれ見てみるとね、今日なんかね1400勢いに勝ってですね、 30代はもちろん20代も吹き飛ばすぐらいのですね、ウォン高に持っていかなあかんはずなんですけども、持っていけない、で1431みたいなところに漂ってるわけですね。これ来週の1450はほぼ確実ちゃうんかなと。まあ来週なんても今月はほぼ確率かなという気がしますね。で年内1500も行くんちゃうかなと思います、今の勢いで行けばですね。で11月にまた FOMC ありますからね、そこでね、インフレ収まってませんからね、アメリカの収まってないんで、あれですアメリカ FOMC また利上げをします。利上げをするでしょうから、利上げをしてですね、そうするとまたですね、ウォン安が進むというようになります。そろそろですね、その来月の FOMC の 0.75 あたりを織り込み始めるはずなんです。なんで1450はほぼ確実にいくと思います。ほぼ確実にいくと思います。あれなんですよ、さっきねニュース見てたらね、スイス中央銀行がね FRB とのですね通貨スワップを引き出してるんですよ。60億ドルとかそれくらい、スイスフランでさえね今ね対ドルでね通貨防衛をしなければいけないと、もうドル一強ですよ本当にもうだからドルがねガンガン利上げをするとね、もう世界の通貨はへへへなんてしまう。円もそうですけどね、で円なんかとりわけ弱いんです。なぜかって金利がゼロですから。そんな変な話ね、ちょっとでもお金持ってる人間はね、こんな円なんか用意してたらあかんやんって。これね僕見てるこのサイトでもね、インベスティゲートというサイトでも最近ねむちゃくちゃ量産出てくるのは、
あの広告が出てくるんですけども、これには出てけへんか。これ日経の方なんて、これ今出てないか。あの外貨預金したら 6% とかって書いたら、だったら 6% ちゃうんでしょ、そういうのって。何やかんやって言うて 3% か 4% になるんでしょうけど、そういうの 6% って書いてあるんですよ。すごいやんと思って。6% でね、本当にね、6% やったらね、ほんまに外貨預金考えますよ、当たり前ですけど。あれやれ為替手数料や、やれ何やらやって、もちろん税金かかりますからね、日本国内だと 20% かかりますから、6% だとですね、14.8% ですか、実際のところはね。まあ、それでも 4.8 でもね、今やったらね、日本に置いといたらゼロですからね、あんた外貨預金やんというなるでしょう。もうそうなるんですよ、金利差になると。そうすると僕らみたいなレベルの人間が外貨預金やっていくと、またですね、円が安くなるんですよ。まあだからですね、円はかなり安くなってるんで、今、海外旅行、海外からのインバウンドが復活しつつありますね。で、ドン・キホーテがにぎわってるなんていう記事を読みましたけども、そうなってしまうんですね。海外来るお客さんにとっては日本の何もかも安い爆買いやみたいになるわけですよ。で、まあ、円がオンより安かったんです、ずっとね。ずっと安かった。まあ、今でもそうですね、円安の進み具合よりもオン安の進み具合の方が鈍いと言っていいかもわかりません。でもまあなんとなくですね、最近は追いつきつつあるなという気がしますね。追いつきつつある、追いつ、あの要はウォンも安くなってきたということですね、言ってみれば。で、お隣さんの場合はですね、そのドルでの借金が多いわけです。はい、国というか、まあ、韓国銀行もですね、サムソンにあるかどうか知りません、 SK にあるかどうか知りませんけど、ドル建てで社債を発行するんです、でそういうので、償還や利払いが回ってきてですね、それができなくなるとデフォルトということになりますね。中国では恒大なんていう不動産の大手がですね、ドル建て債をデフォルトしてました。なんでしょう、日本はね、デフォルトしたら瞬間倒産やと思いますよ。不渡りと一緒ですからね、俺って瞬間倒産なんですけど、なぜか中国では倒産しない、会社が存続して営業までしているというようわからん国やなと思いますけど、まあそれはいいんですけど、どう言いますかね、中国国内のね、ドメスティックなルールなんか知りませんけど、国際社会ではですね、デフォルトした企業はですね、もうよほどのことがない限り、もう一回またドル建てさえ出せるかって出せません。格付けが不可能になってしまいますので、格付けがないとドル建てさえって出せないですね、基本的には。なんで、出せなくなりますけど、これ国家がやらかすとね、とんでもなくなります。国家がやらかすとどうなるかっていうと、ベネズエラやスリランカやレバノンのようになってしまいますね。現金で払わないと、その国の企業は現金で払わないと物を売ってもらえなくなります。その払う現金がなければですね、貸しといてというわけにいかんわけです。普通はちょっと貸しといてなんで、もういいものを、まあ行くわけなんですよ。先に現金払えということになりますんで、先に現金を払わなければ買えなくなる。半年ぐらい前にスリランカではですね、煮炊きするガスがないから、日本でいうヒチリみたいなんでやってるみたいな、そんな話、そんなニュースが出てましたけど、まあいや、お隣さんがねそこまで行くとは思いません。ただ1997年にはそのちょっと手前まで行きました。ちょっと手前まで行きました。だから経済的には占領されてしまいました、 IMF に。まあわずか2年ぐらいでしたけどね。なんで愉快の隣さんの温安の向こうにはですね、それが待ってるかもわからんということですね。で、盛んに今そういう記事が出てまして、 G20 でですね、まあ日本で言えば財務大臣に当たる人ですかね、副首相という人がですね、うちは全くそういう危険性はございませんと言うてましたけど、1997年の時もですね、ちょっと前までうちは全く関係ございません、そういう危機はございませんと言うてたわけでして、誰も信用してません。そうでなくてもね、本当でないことをですね、息を吐くようにおっしゃる方が多い国なんで、
まあ、今回もね、それに、そのですね、あれから外れていればいいんですけど、それからですね、外れていない可能性もあるありますから、もういよいよですね、それを考えた方がええんちゃやろかと、真剣にね、あかんになったらあかんねん、助けてくれって言うた方がええんちゃうかなという気がしますけどね。まあ、まだそこまではなってないと、とは思いますけどね。もしかしたらでも、年内に来るかもわかりませんよ。はい。1997年の時もですね、あるはずの外貨がなかったんですね。だからね、あの人たちって、4000億ドルあるとかって言うても、それを信用している人は、かなり少ないと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。